と出るって。ジョニー、もう戻って。八から出るってなんだよ。ルンに何か言われたんだよ。行け。おい。さあ着いたよ。疲れたでしょ。まあそうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃったね。えミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか、ならもう少し依頼を探してみる。店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労。ビックス早すぎ。また今度ゆっくり話そう。ごめんごめん。それから無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそ三人がかりで押したんだけどね。で、なんだっけ。ああ、余計な誘いたいけど残念っす。何の話だっけ。こういうの久しぶりだね。本気いざって時に踏ん張れるかどうかはやっぱ思想次第だからな。おっと、すまねえ。それで追い出されてない。独立な、独立。ああ、思い出すと腹立つ。